海面での電気伝導には金属イオン結晶、半導体、水溶液などが関係します。層が2つで物の変化が見られない時と見られる時があります。接触によって電位差が生じ電子が移ります。電子が移る、つまり電流が流れるということです。トンネル効果という現象があります。アッサ B が数オングストロームの時、エレクトロンが通り抜けます。その確率は1、2の式で表されます。不純物が境界にある時、境界抵抗が生じます。エネルギーレベルと境界レベル A との関係はこのようになります。金属と半導体の間では整流作用があります。一方向に電流が流れる現象です。エネルギーレベルで見てみます。電波をかけてみましょう。金属から半導体へ電気が流れる場合と流れない場合が起こります。 T 型半導体と N 型半導体の場合です。電波をかけるとポジティブホールはマイナス極へ、エレクトロンはプラス極へ動きます。接触点を通って電気が流れる時と流れない時があります。気体の電気伝導には気体と電子とイオンとが関係します。主役は電子とイオンの動きで電気が流れます。コロナ、フロー、アーク、放電などがあります。液体での電気伝導はこのように分けられます。特に重要な場合として水溶液での電気伝導があります。水溶液では電離しない場合と電離する場合とに分けられます。塩はイオンに分かれ粒子として2倍となって動きます。1モルの AB を水 V リットルに溶かすとき、乖離する割合を α と置くと希釈度は5となります。濃度が小さいと K も小さくなります。乖離度 α の塩を1モル溶かすとき6、7の関係があります。 α が 0.1 より大きいとき強電解質と言います。水の電離を見てみましょう。質量作用の法則から8が成り立ちます。水のイオン積は9です。電離度は極めて小さなものです。酸とアルカリ、 H2O の電子構造は図の通りで、対をなす電子と対をなさない電子とがあります。ルイスはローンペアを受け取るものを酸とし、ローンペアを与えるものをアルカリと定義しました。アンモニアは水と反応して OH- イオンを出します。アルカリ性です。酸化硫黄は水と反応して水素イオンを出します。酸性です。電気の流れやすさを電気伝導率と言います。その逆数を
気伝導率といいます。電気抵抗のことです。1立方センチメートルあたりの電気抵抗をカッパーとします。その約数を非抵抗と言います。濃度によってカッパーが変わります。薄い時は小さく比例します。濃くなるとイオン相互で邪魔し合います。等量伝導率とは水溶液でイオンの数を同じにしてその電気伝導度を求めた時の値です。ラムダで表します。強電解質についてコール・ラウシュの平方根則があります。括弧11です。弱電解質についてオストワルドの尺度があります。括弧13です。ラムダ無限大とは無限に薄めると完全に乖離するという考えです。コール・ラウシュの法則括弧14があります。 KCL の場合は括弧15となります。イオンの油率とは流れる電流を1としてプラスイオンが何パーセントマイナスイオンが何パーセント流れるかを見ることです。 I 番目のイオンについては括弧16括弧17が成り立ちます。油率を測る方法にヒトルフの方法があります。またムービングバウンダリーメソッドがあります。水素イオン OH イオンは他のイオンに比べはるかに速く動きます。イオンの動く速さは括弧18の式で表されます。速さと粘度との関係にはベルダーの法則があります。括弧19の式です。水素イオンの動くメカニズムは水分子と結びついて飛んでいくと考えます。水分子の OH 結合が切れて流れる場合もあります。イオンの電気伝導にはグロータス伝導とストークス伝導とがあります。